あまり、あれかな。インフラされてもいいようなことにとどめておく方が良さそうです。はい。えで、長いな。1 月、火、水、木、金と、日曜日、えー、今から一週間後なので、19日か、3月19日、日曜日に、鳥のカードが出たので、お話しすること自体はとってもいいことです。うん。解決の糸口にもなるし、お互いの信頼関係を より結びつけるものになりそううんまあ解決今すぐ解決しないとしても話すこと自体であなたの気が軽くなりますよと出てますねうんまあちょっと深刻な問題まあでもね、うん、深刻な問題は避けて ちょっと冗談交じりの軽い話題に織り交ぜてお話しされるのが良さそうですそれをねちょっとね表に出る流出する可能性もあるから、まあ、そういうつもりで軽いおしゃべりでお話しされる方が良さそうですで3月の第123第4週 の月曜日、えー、20日20日にあなたのカードが出ました面白いことに一番のカードでもあなたの近くに百合の花出てたんですよねはーい何でしょうただし <laughs> あなたは何を思っているのかは次のカードああでも 話し相手、信頼のおける話し相手をあなたは探してる感じが出てますね。で、21日、20日の春分の日、おおいきなり、あれですね、恋愛モード、炸裂してますよ。 あなたの象徴カードの後ろにお相手様のカード背中合わせで出ましたね。なんかすごく距離近いんだけどあなたは過去を見てるしお相手様は未来の方見ていてお互いのことを思いやってるんだけど見る方向が違ってきてますね。 そうかそうかあなたは恋バナがしたいんだ恋バナしたいうん、お相手様も恋バナしたいあなたとの関係をもう周りの人に打ち明けてみたい思いに駆られておられますねなんだろう あ、花束のカード出た。えー、っと22日うん20日の春分の日はすごいデートいいんですけどもし今お相手様と距離のある方おられたらお相手様にはちょっと気になる相手が おられて、あなたのことを過去にしようかどうか考えてるから、あなたとしてはぜひ奪還したいものですね。これはあれですね。二人の女性の間で揺れてる。<laughs> 揺れてるあるあそっかでも花束のカードが逆だからすごくいい感じの方いるんだけどお相手様の心の中にはまだあなたのことがとどまっていて今お相手様に気になる方がいたとしても。 今すぐどうこう行動しようとは考えてないから見守る状況かなまあでもこのまま時が経てば <laughs> お相手様はあの別の方との未来も視野に入ってきてる状態ですね。のこのカののードのんー もうそうだね。次行っちゃおっかなって感じかな。あなたとの進展が望めないなら、もう諦め、そろそろもう諦めて次の方向に進もうかどうか。今はまだ自分から どうこうするつもりはないんだけど、ここはっきりさせないといけないなっていうふうにお相手様の頭の中で何か新しい方の存在というものが先に出てこられそうですね。いつまでも過去を あななななたが振り向いいいててくれないのなら、前に進むしかないって感じですね。もちろんあなたにもまだまだ思いは残っているんだけどお二人の関係がこれ以上動かないものだとしたらお相手様は未来を見据えて考えられているお相手がいそうですね。 ただね、そのお相手の方も、うん。そう、まだ打ち明け相談レベルですね。あの、経験豊富な方にご意見を伺いたいな、という。 お二人の間で何か起こったというよりもちょっとお互いの関係にとって心境の変化みたいなものが出始めていそうです。で雲のカードが出たからうんやっぱりねあなたとの関係が先が見えない関係だとしたらそろそろ切り替えて。 行かないと前に進めないなってお相手様は感じられ始めているようですね。で、スピリットのカードまでえっ、ー、と、20、21、22、23、24の24は金曜日。ラナジョージは面白いなすぐに こうい,う占いになりましたねえー、っとねーうーん道徳的な観念を捨てられないんだったらもう諦めるしかないよねって先が見えないよねって出てますね。うーん もし訳ありの関係なのだとすればそれをかいあ,なあなたかお相手が解消しない限りは2人の関係に先は自分たちで自分お互いを許し合ってない道徳的にな問題を解決だから順番間違えんないよっていう話ですよね。 あの、道徳的な解決なしには、お二人の関係はもうこれ以上は進むはずがないよねってお互いに確認し合ってるような状態ですね。うーん。仕方ないよねって割り切って、 行かれそうですでえー、っと25日の土曜日におこのカードを逆で出たからその悩み事道徳的な問題が解決しさえすればいいのになーっていう希望的観測そこそれがやっぱりキーポイントだしお二人の関係を 進展させるために必要なことは道徳的な問題の解消しかないよねってカードが出ましたね。はい。で26日、うん、ロマンス出た出た。うん、その先、その先にお二人の関係っていうのは、とても、 叶っていく方向、その問題が解決したら、解決した時にお二人はの進,進展は望めますよというふうにはっきり出ましたね。あなたのスピリットのご意見でもあるようですね。何かスピリットの後押しが力及ばずで、その道徳的な問題を解消 させるのはや,やはりご本人同士のことですからスピリットにはどうしようもできませんと神仏にいくら願ったところで現実的な問題はご自身で解決していけ,いけばその先にお二人のロマンスが待ってますよと出てますね。 一、うん、番さんと象徴的。一番さんここに太陽のカード出てたけど、二番さんは月のカードが出ましたね。うーん。素敵。はい。で、二十何日の第五週月曜日は、ネズミのカードが出たので、ちょっと、うん。見失いかけてる。あなたは、 お相手様の,の、とのことをもう諦めようとしてる <laughs>。から、お相手様の心も未来に向き始めてる。うん、問題解決の放棄かな。問題解決さえしたら、お二人の未来とっても明るいので、ぜひ、 頑張ってほしいですけど、お相手様の深層心理、えっ、ー、と、28日の火曜日。えーと、無知のカードが出たので、お互いに今、踏ん張るときみたいですね。あなたの方、ちょっとね、くじけてるんですよね、くじけかけてる。からこそ、 誰かに相談したいしお相手様もうーんそうだねこれねもう潮時かなって思ってるねお互いにもうこれ以上の問題解決望めないようだったらお互いにもう身をきれいにしていくしかないよねって。 出てますねうん。でも逆で出てるからできれば今の関係を努力していきたいんだけどあなたにその気がないと進むものも進みませんよねっていう感じで出てますね問題解決放棄してるのがもしかしたらあなたの方かもしれない。 で、こういう面白いところに異性の友人カードが出てるね。これは <laughs>、これはこういう占いとしては最高に面白い韓流ドラマのような並びですが、あなたの心の隙間を埋めてくれそうな人がちらちら 参見されてるようですが、誰ですかこれは <laughs>。誰ですかこれは。 なるほど。<laughs> うん。あなたが、えー、こだわって、しがみついてるものって、しがみつく価値があるのかどうか、あなたももう一度考え直した方がいい。素敵な未来が待っているのに、あなたは、もしかしたら、 意味ののないものにしがみついもにがつてるかもしれないなので全ての解決策はあなたが握ってるしあなたの行動次第で未来は変わるしうんちょっと待ってねこの、えー、続き見ていきましょうえっ、ー、と。 27 28日,3月30日あ,あ、デーのカード出ましたね。あなたとパブリックな関係にある方はある方はあなたとの関係は清算してもいいと考えてるかもしれない。 うん生産してもいいと考えてるかもしれないしで31日はお,お家のカード出たうーんうーんうーん すごい前向き前この前向きの意味って何だろううーんとね過去のことは許してもいいと思ってるあなたの、まあ、パトロン的な人パトロン、うん、ステディうん。 みたいな人は、あなたの過去を生産してもいいと思ってる。前向きに考えて、前向きに考えて、生産してもいいと思ってるし、うーん。 ああ、分かった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 。ああ、そういうことか。そうか。すごく、のんきにあなたとの関係がいつまでも続くと思ってるのんきな人がいますね。<laughs> なので、あなたとしても、 この関係を切るわけにいかないからもう諦めようとしてるなるほどお、ハートのカード出た4月1日エイプリルフールにハートのカード出ましたうん、だから真の愛情っていうものがどこにあるかはあなたも分かって どうしても分かってるから夢は夢現実は現実ど、うん、本当はどっちもうまくいけばいいなっていうのははかない願いであってどちらかを捨て去らないといけない。 もしかしたら過去にもうすでに捨てたっているものだけど、形外だけが残っている。でもすごい明るいカード出てるんだよね。だからすごいのんきなんだよ。幸せだし、過去のことはもう流そうとしてるし、なんかの,の,のんきな大事な人の夢をぶち壊さないために、あなたは身動きが取れないでいる。 まあ、そういうことですね。はい。で、4月2日。ああ、面白いな。で、船のカードが逆。最後の最後で逆。うーん。そうか。行かないでってことですよね。ん行かないでーって感じ。それを遠い。 未来に望んでいる方があなたの心の深いところ奥底におられるからあなたは何も捨てされないというふうに出ましたねすごい面白い並びで出たので声寄らないで。 読んだけど、こう、いろ、占いでしか読めなそうなので <laughs>。以上にしたいと思います。うんー、なあ。なあ。博愛が出てるんだよね。博愛。うんー。うんー。 ま、本命の方がいるにしても、すれ違っても、その、思いをなくしてしまっても、あなたにはもっと大事な、壊したくないものがあって、あなたは自分の気持ちを、がなくなるのを、ま、あのあたりに感じているところですね。 今多少虚しさとかも <laughs> 感じていられるかもしれないけど思いは純粋なものだしそれは全然表に出しても恥ずかしくないことだし倫理的に行動しさえすればこの関係というものは非難されるものでもないしそういう選択を取って動かないっていう。 それで全体が保たれている状態ですね。で、キーカードが百合の花と犬とネズミと船。うん。沈みかけていく船ではあるんだよね。見せかけの信頼関係。あなたがしがみつこうとしているものは、もしかしたら沈みゆく船。 かもしれないということをあなたは気をつけてって言われてる。いや、怖いね。<laughs> あなたが感じるのはもしかしたら幻想であって現実の幸せとは程遠いかもしれない。あなたのがそうあってほしいという思いは現実とは ちょっとずつ離れていって、最後の最後に、あこの守ってきたものがタイタニックだったっていうふうにならないように、そこは慎重にお気をつかれていったらいいんだけどね。<laughs> ねえ。えー、っとね。 ハウス読みしてみようかな。1、2、3、4。このお相手、誰なんだろうね。あなたの本命の方の思い人なのか、あなたのステディーな関係にある人。<laughs> 4番。えー、っと、リツネだったかな。4番のカードは、この同僚、 同性の友人カード誰4番ってキツネだったっけなキツネのカードは4番だったっけな4番だキツネだとするとすごく賢い方。<laughs> 信頼の信頼というか聡明で相談員手には持ってこいあきつねは14番かえー、っと4番の角はあーおうちおうち家庭のある人家庭のある人うーんちょっと訳ありになってきたね家庭がある人か。 そうなんだであなたの象徴カードのハウス読みすると123456789番123456789番9番のカードは <laughs> 花束かな花束だねいいね百合の花に花束愛情あふれるカードあなたは 思いを寄せてる人に向ける愛情愛情の位置にあなたのカード出てます。で10番お相手さんの10番のハウス読みすると10番花束の次のカード10番 <laughs> あこれかあこれ20。 えーっと10番あった釜のカード釜のカード諦めようとしてるねやっぱり諦めようとしてる自分が傷ついて終わればいいと思ってるうーんうーん11番 11番花束のカードのハウス読み11番11番のカードは <laughs> 11番。 あたばのカードの一のハウス読みはん。十一番出てるな。十一番どれだろう。 あうちのカードが出てる。愛の試練。<laughs> 愛の試練。試練続きだね、お相手様。うーん。家庭的な人が、ね、に、憧れを抱きやすい方のようですね。 うんこのスピリット、まあ、悩み。スピリットのカードは、えー、11 13番、13番。スピリットのカードをハウス読みすると、13番。子供のカード。 うん、倫理的な問題ですね、やっぱり。うん。が、障害になってるね、やっぱり。えー、っと、で、えぇ、ー、十、十三、十四、十五番。この月のカードの 1> 1のハウス読みすると15番15番もういい加減ね丸暗記したいんですけどなかなかね40枚ぐらいあるので覚えられなくて申し訳ございません15番あった熊野か。 責任取る。最後は責任を取る。責任か。責任を取る形になりそうですね。15。で、16番がネズミのカード16番の1のハウス読みが しあ希望を失い <laughs> 希望を失ってるんだねやっぱり意気消沈してるねうんこの思いさえ消してしまえばあなたは全てうまくいくと思ってるんだけど それってもしかしたら沈みかけてる船かもしれないから気をつけてねって17番このムチのカードのハウス読みすると 十七番。 17番なんだろう。あ、この鳥。ああ、やっぱりパートナーが欲しいんだよね。お相手様もお年頃なんだよね。きっとね。だから、家庭的なパートナーに憧れ、強い憧れがありそうです。で、この、とってものんきな、 幸せそうな <laughs> 方。18番。18番。18番。このとってものんきな幸せそうな方の1のハウス読み18番はとう、とうが19。18。18。 18、出てる ?18 番。あ、犬か。はあ裏切れないですね。裏切れないですね。とっても。うん。安心しきっておられますね。うん。もうちょっと家庭的であってくれたら嬉しいんだけど、 自分にとっての精神安定剤になってるし恋愛感情的なもの抜きにあなたのことをお相手様もみんな大事に思っていますね。その異性愛というよりも白愛で。 皆さん、結び付き合っている関係です。素敵ですね。はい。いや深掘りすればするほど <laughs>、胸が痛い。えー、っと、でも、沈みかけてる船かもしれないから、後悔のないようにしてくださいね、っていうことかな。 あと最後のバッキングカードでアドバイス。うん、いいことあるよって。今希望を失いかけてるけど、またたくさんの幸運の兆しは春の訪れとともに芽吹いてくるから、そ,こその点は心配しないでくださいね。まあ、あの、 おしゃべりな人方とたわいもないお話しされると今月は気が紛れそうです <laughs>。ええー、これちょっと後でタロットで恋占い見ていきますね。うーん、どっちの選択肢ちょっと未来もうちょっと見たいですよね。結局ね、今の安泰って。 続くんだけど最後結局沈んでしまう船なんだよね。でいろいろあるけど倫理的な問題抜きにして最後にハッピーエンドを迎えたいのかああでも時系列的にすごい長い時間かけて解決する方法もあるんだけど結構年齢 重ねちゃいそう遠い遠い先のハッピーエンドうんもしかしたら次の世代のご縁かもしれないまあそれぐらい長い気持ちで見ていきましょうはいでは引き続き恋占いうのを見ていきます